武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は福井大学の国語の勉強について話していきたいと思います。まず国語ですが、大問が3題、出題されております。そして、時間が100分で、原稿間1題ずつですね。で、現代文が、200字論述が出るという点が非常に、特徴となっております。で、それ以外の問題に関しては、漢字の書き取り、極選択で、記述論述問題、説明せよという問題などですねが中心で出題されております。で、古文、に関しては、こちらは、現代語訳問題や、主語や漢字の読みを答える問題、そして文学史など、和歌解釈などが、出ることもありますが、要は基本的に基礎がちゃんとできていれば十分、対応できる、問題に、なっているかとは思いますね。文法的な知識なども、聞かれることがありますので、基礎のやり直し、特に古文上達や、ステップアップの優しく分かりやすい古典文法など、この辺りのやり直し、で、識別や、敬語などの、部分ですね、この辺りも、しっかりやり込んでおきましょう。で、漢文、こちらはですね、書き下し文にする、訳す問題、ですね。これらが中心にはなります。なので、いずれもその記述論述練習は必須となりますが、基礎のやり直しをした上で、記述の練習さえしておけば十分かとは思います。なので、現代文の200字論述、こちらに関してはですね、200字論述とはいえ内容に即して説明する問題、ではあるので、本文の内容を理解して記述をする練習さえできていれば要約練習などですね、十分対応できます。なので現代文読解力の開発講座、こちらとあとは、国公立標準問題集キャンパス、で十分対応はできます。で、漢字の書き取りがあるので入試漢字マスター1800プラスもやっておきましょう。そして古文、こちらはですね、先ほど言ったように古文上達などのやり直し、が中心になりますが、それプラス国公立標準問題集キャンパス、そして文学史を取りたいという場合には、スピード攻略文学史など、追加でやっておくといいでしょう。で、漢文は、こちらも国公立標準問題集キャンパス、とあとは早覚え即答法など、基礎の工夫が載っている参考書のやり直し、をしっかりやっておけば、十分対応できます。国立2次の対策という部分にちゃんと臨んでいれば、文章の難易度だったり要求されている回答の基準自体はそこまで難易度が高いものを求められているわけではないので、しっかり記述に慣れておきましょう。以上が国語の勉強となります。